東京都知事候補者無所属久留井益男57歳、外吉ハイスクール卒、銀行員を経て現在外吉企業の社長。それでは久留井益男さんの政見放送です。待ってるとはつい知らず、失礼しました。有権者諸君、私はこの度都知事選に立候補しました久留井益男です。どうぞよろしく御願い立て祭ります。私が都知事選に当選した暁には夢のある日本、幸せな生活が保障されることでしょう。まず第一のマニフェストです。今日本の経済が元気がありません。元気を出すためにいろんなことをします。まず宝くじを廃止します。でもそれに代わる鼻くそ宝くじというものを作ります。まず鼻くそをほじってボールぐらいでかい鼻くそが取れりゃ、その場で4億円を差し上げます。その代わり、鼻くそをほじったのに、鼻水しか出ねえような奴は、全財産、持ってこい、こっちに。ね？それいいだろ、お前。鼻くそ取ったのに、でけえのも取らねえような奴は、全財産没収します。
あと第2のマニフェストです。最近不倫問題が多すぎます。普通のタレントとかはつゆ知らず、議員が不倫をするようじゃ許せません。ですとね、私は不倫自体を排除します。そういうことはこれだ、全国民フルチンで暮らしなさい。フルチンで暮らしゃ不倫もないもねえだら、あ？そんなもんねえだらな、うん、不倫も何もあらしねえだら、うん、あ？うん、あ？うん、あ？なんだ？なあ、文句あんのか？俺の政策なんか文句あんのか？お前なんだ、お前気合が入ってねえな、お前この野郎。あ、